声量落とさずにいけたよ。ああ、とてもいい出来だった。じゃあ次は。はい、次は私が歌う。ああ、始めてくれ。へえ、前より勢い出てるじゃねえか。ちゃんかっこいいでしょ。昨日ストリートで何度も練習したからね。それじゃ次は俺だな。行くぞ。あずさわがタイガさんと練習を始めるようになってから白石の様子が少しおかしいように見えたが、なんとか調子を取り戻せたようだな。おかげで全員いい雰囲気になっている。この雰囲気を維持するために俺も何かできるといいが。そうだ、先日発声に関する本を買ったことだし、その内容を共有するのもいいかもしれないな。俺は俺の持つ知識でチームに貢献していくとしよう。今日もよく歌ったね。うん、いっぱい歌ったからポカポカするね。だね。それにしてもこっちの世界があってよかったな。いつもの公園は雨で使えなかったし。あんな寒くて雨降ってる中練習したら一発で風邪ひくしな。あ、でもタイガさんは雨が降ってても練習してたみたいだよ。はあ？マジかよ。シントを滅却すれば雨もまた暑しって雨降っても普段通りに練習するなんておじさんっぽいな。っていうかまさか小羽にまでやらせてないよね。体壊しちゃうよ。あ、そういうのは全然ないよ。タイガさんは風邪をひいたことがないから雨でも気にしなかっただけみたいで、他の人には勧めないって言ってたし。まあタイガさんとの練習はちょっと不思議な練習が多いけど。不思議な練習？ね、いろんな曲を聴いて感想を言ったりするの。感想？うん、演奏が上手とかサビが好きとかそういう感想じゃなくって、ひまわり畑に来てるみたいとか、海で夕焼けを見てる時みたいとか、そういう風に感じたことを別のものに例えたりするの。それって何の役に立つんだろう。感性を磨くってことか。いまいち考えてることが読めねえな、あの人は。練習らしい練習じゃないかもだけど、でもきっと何か意味があると思うから勉強したことを持って帰れるように頑張るね。うん、期待してるよ、小羽。さて、この後だが、当初の予定通り新しく俺たちのレパートリーに入れる曲を探す流れで問題ないか？うん、いくつか曲選んできたからメイコさんのカフェで聴かせてもらおう。あれ？どうした？あそこでキョロキョロしてる人、もしかして。ん？お、ルカさん？え？あー、あんちゃんたちだ。久しぶり、会えて嬉しいな。あれからどちらにいたんですか？カフェでは見かけませんでしたが。あちゃちゃ、この世界を見て回ってたらだんだん楽しくなっちゃってさ、それでブラブラしてたらみんなと入れ違っちゃってたんだよね。なんかルカさんらしいな。これからよろしくお願いします。また一緒に歌えたら嬉しいです。
おお、いいね。じゃあ早速歌っちゃおうよ。え、いいんですか？もちろんだよ。久しぶりの再会を祝してね。秋葉くんとトラくんもどう？はい、せっかく再会できたことですし、ぜひ。ま、そうっすね。挨拶代わりに一曲ってのも悪くね。ありがとう。それじゃあ、みんなで歌っちゃおう。んじゃ、カウントを取るぞ。ワン、ツー、スリー、フォー。ルカさんの歌はとても豊かな感じがするが、自由に歌っているように聞こえて、相手に合わせる柔軟さがある、余裕があるという感じだろうか。こういった歌を俺も歌えるといいな。おお、思いっきり歌った。はあ、気持ちよかった。はい、ルカさん、ハイタッチ。イエーイ。うふふ、相変わらずいい歌いっぷりだね。っていうか、みんな前よりもずいぶん成長してない？声がよく通るようになってたよ。本当ですか？わかるくらい上達してるってんなら、練習の成果は出てるみたいだな。そうだな。この調子で着実に力をつけていこう。あ、そうだね、みんな、私たちのレパートリーに入れる新しい曲、ルカさんにも一緒に選んでもらおうよ。新しい曲？うん、今までやったことないような曲にもチャレンジしてみたいなって思ってさ、みんなでいくつか曲の候補を持ってきたんだよね。だからルカさんにも意見をもらえたらって思ったの。うん、そうだね。ルカさん、お願いします。そういうことなら喜んで。じゃあ行こうか。はい。これで持ってきた曲は全部聴けたね。それじゃあ今聴いたものの中から候補絞っていくか。でも4人の中ではもうどれがいいのか決まってるみたいだね。聞いてる時からみんな顔つきが違ったしね。そうだな、やはり白石が持ってきてくれた曲がいいだろう。うん、私もあの曲を歌ってみたい。いつもの雰囲気とは違うけど、おしゃれでかっこいい曲だよね。本当？やった！全員異議なしだな。それじゃ、早速パート分けして歌ってみるか。あ、何回か聞いたら頭からやってみるとしよう。うん。西でもカイト並みにスラスラしてるルカがうちに顔を出すなんて思わなかったわ。みんな私がいなかったから寂しかったでしょ。いや、別に。またまた寂しかったくせに。そういうところルカらしいわね。でもみんなが新しい曲を決める日に来られてよかったな。どんな風に練習してるのか頭から見られるし。俺のパートだとはこの辺りが難所になりそうだな。お、いい感じじゃん。音程難しいところなのにバッチリだね。そうか、よかった。あ、でもこのパートはもっとクリアな雰囲気が出たらすごく良くなりそうだなって思ったよ。クリアな雰囲気？さんと練習してる時に似たような曲があって、その歌い方が透き通っててとっても綺麗だったんだ。それって
どんな感じなんだ？あの感じどう言えばいいんだろう。あ、そうだ。静かな森の中にいるみたいな感じかな。森？森って鳥の鳴き声とか葉っぱが擦れ合う音とかいろいろな音がしてるけど落ち着いてて静かだって感じるでしょ。ああいう感じが出せたら素敵なんじゃないかなって。うん、その感じならわかるな。あのシーンとしてるけど綺麗な雰囲気だよね。あ、言いたいことはなんとなくわかった。あ、よかった、わかってもらえて。でも小羽がこういうことを言い出すなんて思わなかった。なんかすっごく成長してるって感じする。ああ、タイガさんはこういう感覚的なもんを養うために小羽にいろんな曲を聴く練習をさせたのかもしれねえな。つってもイメージが分かったところで歌に反映するのはかなり難しいだろうが。あ、そうだよね。どうやって歌えばああいう感じになるのかな。すまない、みんな。話の腰を折ってしまうことになるんだが。青柳くん？森の雰囲気がどんなものなのか、実はよくわからない。え？テレビなどで見たことはあるんだが、その空気感までは。ああ、そういうこと。ほら、遠足でちょっと遠くの山とか行くじゃん？あの時の自然に囲まれて静かだなーって思う感じみたいな。おい、アン。え？すまない。俺はピアノとバイオリンのこともあって、手に怪我をする危険性があることは止められていたんだ。学校行事も同じで、運動会や遠足も参加させてもらえなかった。あ、そういえば前にも少し話してくれてたよね。ごめんなさい青柳くん、私全然気がつかなくって。いや、気にしないでくれ、昔のことだ。しかし申し訳ないな、俺の経験不足のせいで支障が出てしまった。俺が森に行ったことがあれば、あずさわの言っている静かな森の雰囲気が分かって、ちゃんとイメージの共有もできたんだろうが。ま、経験してないもんはしょうがねえだろ。想像でカバーしていけばいい。それはそうかもしれないが。いっそ森に行っちゃえばいいんじゃない？体験したことないなら、しちゃえばいいってことだよ。それが一番早いでしょ？もちろん、想像するのもありだけど、雪を見たことがない人に、雪は冷たくて白いです、想像してみてって言っても、あんまりピンとこないしね。それに、いろんな経験してると、その分歌もいい感じになるし。いい感じって、ざっくりしてるわね。でもそれは確かにあるかも。人生経験って結構歌に出るよね。父さん見てるとそう思うな。そういえば、ルカさんの歌が豊かに聞こえたのは、ルカさん自身がいろいろな場所を巡っているからかもしれないな。うん、私もルカに賛成かな。そうね、経験できることなら何でも経験しておいた方がいいかもしれないわね。まあそれはそうかもしれないっすけど。でも小羽の言う森ってこの辺りにあるような森じゃなくて、本当に静かで誰もいないようなところでしょ。そんな場所急に行けるかっていうと。確かにルカさんの言うことは正しい。俺は
自分の知識でチームに貢献できればいいと思っていたが、知識だけではどうにもできないことはたくさんある。今が新しい挑戦をするべき時なのかもしれないな。ありがとうございます。ルカさんの言う通りだと思います。俺は音楽以外の経験がとても少ない。その分音楽知識でカバーをと思っていましたが、今回のようなことはそうもいきません。なのでそういった部分を補ってチームとして成長していくためにも、近々森に行ってみようと思います。は？チームでのイメージ共有を円滑にするために森に行こうと決めたのは良かったが、日本の国土は約7割が森林に覆われている。果たしてどこの森に行ったものか。よし、昼休みに図書室で調べてみよう。おい、トヤ、昼飯食うぞ。おい、弁当も持たずにどこ行くつもりだ？図書室だ。どこの森ならばちょうどいい森らしさを感じられるか調べてみようと思う。なのですまないが、今日の昼は別々ということにさせてくれ。おお、それなんだが、別に無理に行かなくてもいいんだぞ。絶対に行かなきゃいけないってわけでもねえだろ。なんなら、タイガさんに言って、小羽が聴いたって曲を教えてもらうだけでも。いや、せっかくの機会だ。チームのためにできることは、すべてしておきたい。それに、今回はそれで解決したとしても、今後同じようなことがないとも限らないからな。何らかの解決方法は模索しておきたい。だから、練習に支障のない範囲で行こうと思う。ダメだろうか。別に止めはしねえけどよ。つうかお前、そもそも一人旅したことあるのか？いや、ない。中学までは家族で毎年ウィーン音楽祭に行っていたが、単独行動は許されていなかった。できることといえばホテルの窓から街や星空を眺めることぐらいだった。コンクールで遠出をするときも母さんの車で送り迎えをしてもらっていたものだ。改めて聞くとすげえ家だな。ああ、周囲に比べると特殊な環境で生活していたということは理解している。俺は普通に生きていれば経験できることをまるで経験できていない。だからこそ今しっかり経験を積んでおきたいんだ。そういうことなら好きにしたらいいんじゃねえか。ありがとう、アキト。それじゃあ図書室に行ってくる。こうなったらテコでも動かねえだろうな。やると決めたらとことんやるやつだし。あ、アキトじゃん。今日もトーヤとお昼？そうしようかと思ったんだが、トーヤは森を調べるっつって図書室に行った。え？あれ、やっぱ本当に行く気なんだ。まあ本人が行きたいって言ってるなら別にいいと思うけど、森って場所によっては結構危ないし、今の時期雪が降ったりするからちょっと心配だよね。トーヤのことだからそこは下調べしてから行くとは思うが、場所によっちゃ行ってみないと危ないかどうかわからねえ場所もあるからな。あ、それならこういうのはどう？ん？悩むな。
世界自然遺産にも登録されている白神山地や屋久島は人の手があまり入っていないこともあって実に森らしい。理想的な森と言ってもいい。だがどちらも遠すぎる。行って帰るだけで相当な時間がかかってしまいそうだ。かといって近郊の山や森は観光地化していて人が多い。静かな森を体験するならもう少し別の。あ、トウヤ、ちょっとお邪魔するよ。中休みに悪いな。白石、アキト、揃ってどうしたんだ？ねえ、森に行くって言ってたけど、どこの森に行くか決めた？いや、まだだ。適切な場所が見つからなくてな。よかった。それじゃあ提案なんだけどさ、せっかくだし、みんなで森に行かない？みんなで？お前、チームとして成長したいから森に行きたいって言ってただろ。だけどな、俺たちが知ってる森だって全員同じ場所を想像してるってわけじゃないかもしれねえ。チームでイメージを合わせんなら俺たち全員で行った方が効率いいだろ。それはそうかもしれないが、しかし俺のためにみんなの練習時間を奪うことになるんじゃ。そんなことないって。みんなで行った方がいい勉強になるよ。それにみんなで行ったらどうや一人で行くよりいろんな経験できちゃうかもよ。いろんな経験？そう、キャンプとかね。キャンプか。確かにやったことはないな。テントを張ったり飯盒で米を炊いたりといったことをするというのは知っているが。じゃあ森に行くついでにキャンプも経験しちゃおうよ。場所はアキトがいいところ知ってるんだってさ。アキトが？昔うちの親父が静かなところで絵が描きてえっつって家族でキャンプ場に行ったんだが、その近くにそこそこ大きな森があったんだ。そこなら電車とバスを乗り継いだら2時間ぐらいで行けるんじゃねえか。そんな場所があるのか。それにうちは昔よくキャンプ行ってたから、テントとかアウトドアグッズもいっぱいあるんだ。せっかくだからみんなでキャンプ場に一泊して森とキャンプを楽しんじゃおうよ。その経験もきっと歌に生かせると思うしさ。一泊？泊まりがけで行くのか。うん、行って帰ってじゃのんびりできないしね。昨日小羽にも行けないか聞いてみたらオッケーだって。あずさわもいいと言ってくれたのか。らしいぞ。あの過保護そうな親父じゃ難しいかと思ったが、小羽が頭を下げたらオーケー出したらしい。うん、歌のための合宿だって説得したら、あの子たちと一緒ならって言ってくれたんだって。ちゃんと挨拶しといてよかったね。そうか、すまない、俺に付き合わせるような真似をさせてしまって。おい、さっきも言ったがこれはお前のためだけじゃねえぞ。チームでいいパフォーマンスするためにできる限りのことがしたいってのは俺たちも同じだからな。そうか、全員で行くことでチームとして成長できるのなら、それが一番かもしれないな。ありがとう、白石、アキト、よろしく頼む。大きなアウトドアショップだな。専門店だからな。川下り用のカヤックまで置いてあるぞ。川下りか、それも面白そうだ。さすがにカヤックは買わねえからな。中央エスカレーターの前に来てって言ったからこの辺に来てるはずだけど。あんちゃん、こっちだよ。小羽、お待たせ。結構待たせちゃったね。
ごめん。ううん、大丈夫。みんなでお買い物するなんてあんまりないから楽しみだな。そんじゃ、早速必要なもの見ていくぞ。まずは当屋の寝袋だったか。ああ、できれば機能性の高いものを。ん？ここにあるマットは何のためのものなんだ？ああ、それは寝袋用のマットだよ。父さんが買ってきてたからうちにもあるんだ。寝袋用のマット？テントと寝袋があればいいんじゃないのか？テントの中で寝るにしても地面が冷たいと結構寒いでしょ？だから寝袋の下に敷くんだよ。なるほど。確かにこの季節ならあった方がいいな。ん？こっちの缶のようなものは？確かガスカートリッジって言うんだっけ。おお、上にコンロつけるやつだろ。山でもコーヒーを飲んだりできるらしいな。入れたてのコーヒーを飲めるのか。それはいいな。自然の中で飲むコーヒーはまた一味違いそうだ。しかし買うつもりがないものも見ていると欲しくなるな。予算をオーバーしない範囲なら。ん？これは説明書きがあるな。なるほど。濡れた食器を干したり小物を仕分けたりするのに使えるのか。こっちは材料を入れてから転がすとアイスができるボール、そんなものまであるのか。別にいいけど、全部見てるとキリがねえぞ。青柳くん興味津々だね。こういうの見るのって結構楽しいもんね。あ、小羽根、このランタン可愛くない？私買っちゃおっかな。こっちのクッションも可愛いよ。本物の丸太そっくり。おいお前ら、電車とバスで行くの忘れんじゃねえぞ。持ってけるもんは限られてるからな。はーい、お母さん。誰がお母さんだ、誰が。お、このチェアはいいデザインだな。この音叉のようなものはバーベキューフォークか。こっちは調理器具にもなるコップ。キャンプ用品にはこんなにも面白いものがあるんだな。ついに明日はキャンプに行く日か。朝も早いからそろそろ寝なくてはな。必要なものはすべてバックパックに入れたし、目覚まし時計もかけた。あとは寝るだけだ。眠れないな。妙だな、こんなにそわそわするのは初めてかもしれない。大きなコンクールの前日も集中すれば眠れたんだが、今回はいつもとは違う感覚だ。ああ、そうか。これが遠足前に眠れないという現象か。これもいい経験だな。ここがキャンプ場か。到着。わあ、綺麗なところだね。うん、他のお客さんもあんまりいないし、本当に穴場のキャンプ場って感じだね。いいところ教えてくれてありがとう、アキト。おう、ま、見つけたのは親父だけどな。時間が読めないバスに乗るからちょっと心配だったけど、ちゃんと予定通りの時間につけてよかったね。だな。どっかの誰かみたいに寝坊で遅刻するやつがいなかったのは何よりだ。それじゃあ早速
テント張れる場所探そうか。あ、行こう。見て見て、あっちの方に森があるよ。奥に広がっているのか。なかなか深そうな森だな。どうしようか。荷物を下ろして先に森に行く？まだお昼になったばっかりだし、いろいろ準備して落ち着いてから行くのがいいんじゃない？テント張って火を起こして、ついでに夕飯の下ごしらえもしておいたら、のんびり森をお散歩できそうだし。うん、そうだね、いいと思うな。ま、そっちの方が後で楽そうだな。ではテントを張るとするか。じゃあこの林のそばはどうかな。冬だけど緑も多いし、いい感じだよ。そうだ、じゃそのあたりにするか。では俺たち用のテントはここに、あずさわたち用のテントはその隣にするか。オッケー、それじゃあテントを張ろう。まずはテントを広げるんだよね。ポールってこんなにたくさんあったっけ。とりあえず1本ずつ通していけば大丈夫かな。あれ、あんちゃんの家のテントだから、あんちゃんは張ったことがあるのかと思ってたけど。うちの父さんこういうの得意で、一人でちゃちゃっと張るから、ちゃんとやったの小さい頃だけなんだよね。小羽はやったことあるの？小さい頃地域のサマーキャンプっていうのに行かせてもらったことがあって、テント張りと火起こしならちょっとだけできるよ。でもあんちゃん家のテントはその時のテントとはちょっと違うから難しいかも。ま、とりあえずチャレンジしてみよう。やってみたらきっとなんとかなるよ。うん、よし、ポールはこれで全部だな。トヤ、こいつを差し込んでくれ。ああ、こうやってテントが立ち上がった。すごいな。つってもこのままじゃ風が吹いたら飛んでいくからな。次はペグで端を止めるぞ。わかった、この釘のようなものを打ち込めばいいんだな。おう、隣のテントは手間取ってるみたいだから、これが終わったら手伝いに行くか。ああ。ん？急に風が強くなってきたな。やべ。あ、テントが浮いて、まずい、このままではアキトのお宅のテントが。あ、トウヤ、どうした？すまない、つまずいてしまった。こういう場所は石が多いものなんだな。おう、気をつけろよ。あ、それよりテントは？ああ、あっちの茂みに引っかかったみたいだな。どうやら野宿しなくて済みそうだぞ。そうか、よかった。大丈夫？なんとかな。つうか、お前らの方こそ大丈夫か？組み立てるのにめちゃくちゃ手間取ってるだろ。そのあんちゃんの家のテント、ポールを刺す順番が決まってるらしいんだけど、あんちゃん説明書を忘れてきちゃったみたいで、今思い出してもらってるの。記憶を頼りに組み立てるのか、難しそうだな。つうか、こいつがそんなの覚えてるわけねえだろ。覚えてるってば。ちょっと今は忘れてるだけで。だいたいこういうテントはタグに型番がついてるだろ。そっからスマホで検索すりゃ説明書が出てくるんじゃねえか。あ、そっか。
家具はこのタイプのテントならこの辺にタグがあるはずだ。ほら見てみろ。あ、見つけるの早いじゃん。アキト、こういうの慣れてるタイプ？お前らよりは慣れてるかもな。つーか、このままやってると日が暮れるぞ。わかってるんだけど、意外とテント張るの難しいんだよね。料理なら絶対アキトよりできるのに。お前な。あ、そうだ。んじゃ、担当を決めるか？担当？リーダーみたいなもんを作って、そいつ中心で動くんだよ。テント張るんだったら俺で、料理なら料理が得意なアンとかな。じゃあ小羽はさっき火を起こせるって言ってたから火起こし担当だね。なるほど。おのおのバラバラにやるよりはリーダーに指示を出してもらった方が効率的だな。しかし俺は何の担当になれるだろうか。お前は今回見て習う方だろ。経験しに来たんだからな。確かにそうだな。落ち込むことないって。一緒に頑張ろう。それじゃあ早速やるか。どうや、そっちのポールを今から優順に並べてくれ。わかった。アンと小羽はポールを通す係だ。終わったら全員で立ち上げるぞ。オッケー。うん。できた。っていうか4人でやるとめちゃめちゃ早いね。これなら俺たちのテントもすぐにできるな。よし、この調子でどんどんやるぞ。あ、すまん、今日は暇かな。せっかく来たのにみんな外に歌いに行ってるなんて。あら、そんなに暇なら食器洗いを手伝ってくれてもいいのよ。なんだかお家がある気がしてきたな。はいはい、もういつもこうなんだから。あ、そうだ、そういえば今日トヤ君たちがキャンプに行く日だって言ってたっけ。様子を見に行ってみようか。じゃあ次は夜ご飯のために焚き火の火起こしの練習をしておこうか。本当はライターの方が早いんだけど、せっかくだしマッチでやるね。お、じゃあ薪になりそうな木を集めるか。確かよく乾いた木を選べばいいんだったな。そうそう、早速探しに行こう。よし、だいぶ集まったな。次はどうすればいいんだ。枝をサイズごとに分けていくんだよ。それからこうやって薪を組んでいって。はい、できた。青柳くん、火をつけてみる？いいのか？自分でやってみた方が楽しいと思うから。燃えやすくて小さい枝の方から火をつけて、だんだん大きな枝に移していくんだよ。あ、よし、小枝に火がついた。次はこの枝に移せばいいんだな。すぐ燃え終わるから気をつけろよ。ああ、慎重に。火を移そうとしたら消えてしまった。なぜだろうか。あ、ちょっと風が強いからかもしれないね。じゃあみんな、これくらいのグーくらいの大きさの石を集めてもらってもいい？石？あ、そっか。石でぐるっと囲んで、
青柳くん、もう一回やってみて。うまくできるだろうか。小枝に火をつけて。あ、今度は火が移っていった。石があると強風を防げるんだよ。あとはふーふーって息を吹きかけると。お、火が大きくなった。うまいもんだな。なるほど、状況に合わせて臨機応変に対応できるのは経験者ならではだな。参考になる。それじゃあ次は私の番だね。キャンプといえばやっぱりバーベキューってことで、食材を切って串を打っていこう。ではまずは野菜を洗って切っていけばいいんだな。おいトウヤ、包丁を持ったことはあるのか。ない。調理実習でも主に玉ねぎの皮を剥いたり何かをこねる係になっていた。だから今日が初の包丁になる。ま、緊張しないでリラックスしてやれば大丈夫だよ。見たところ握り方も間違ってないみたいだしね。じゃあまずはパプリカをお願いしようかな。わかった。どのくらいの大きさに切ればいい？いつも適当に切ってるけど、串を打つから4等分くらいかな。半分に切ってもう一回半分にすればいいから。4等分。いや、力入りすぎだろう。青柳くん、リラックスだよ。左手は猫の手にすれば指を切らないからね。この猫の手というものが難しいな。このまま食材を抑えるのはなかなか。切れた、切れたぞ白石。おお、バッチリじゃん。トウヤ結構センスあるんじゃない？それじゃあその調子でどんどん切っていこっか。あ、アキト、アルミホイルで器作ってくれる？野菜の切れ端でアヒージョ作ろうと思うんだ。お、いいな。ちょっと待ってろ。そういや、誰かチーズ持ってきてただろ。あれもアルミホイルに突っ込むとチーズフォンデュになるぞ。お、ナイスアイディア。それやってみよう。小羽はトウヤが切った野菜と肉をどんどん串で打ってくれる？うん。あ、4等分に切る、4等分に切る。青柳くん、玉ねぎはそのまま切るとバラバラになっちゃうよ。ふぅ、なんとか夕飯の下ごしらえも終わったな。うん、あとは火にかければ OK だから夕飯の時間までのんびりできるよ。テント組み立ててる時は全部終わるの夕方になっちゃうかもって思ってたけど、ちゃんと日の高いうちに終わってよかった。これならご飯の前にみんなで森に行けるね。だな。じゃあ行ってみるか。そういえば、もし迷ったら大変じゃない？森ってスマホの GPS 使えるんだっけ？前に姉貴が山で大変な目に遭ったって聞いたから一応調べておいた。この辺りは電波も入るし GPS もちゃんと使えるから心配ねえよ。そっか、じゃあ安心だね。火も一旦消してと。よし、行こうか。不思議な感覚だ。俺は小学校も中学校もろくに行事に参加できず、いつも楽しそうなクラスメートたちを見ることしかできなかった。だが今こうやってあの時できなかったことを経験することができている。とてもありがたいことだな。
だが。トウヤくーん。ん？今の声は？私、ルカさんだよ。おお、森は満喫できてる？ちょうど今から行くところです。ですが、すでにとても満喫しています。みんなでテントを張ったり、火を起こしたり、今まで体験したことのないことをたくさんできています。そっか、よかったね。はい。どうしたの？あ、その、とても楽しいんですが、本当に俺は経験がなくて何もできないんだと改めて思い知りました。テントも張れないですし、火起こしも料理も十分にできなくて。すず、何もできないなんてことはないと思うよ。どんな人にもその人だからできることがあるものだからね。そうなんでしょうか。うん、歌ってる時も横で見ててわかった。音楽の知識と耳の良さを持ってるトウヤくんがいるからみんな安心して歌えてる。今もきっと同じだよ。まだ役に立つ方法がわからないだけで、きっとトウヤくんにできることはあると思うんだ。ありがとうございます、ルカさん。おい、トウヤ、何ぼーっとしてんだ。あ、すまない、今ルカさんが。ああ、私のことは気にしないで。みんなで楽しんでおいでよ。せっかくの初体験なんだからさ。あ、はい、ありがとうございます。はあ、これが森か。実際に来てみてどう？そうだな、あずさわが透き通っているといった意味がよくわかった。鳥の声や近くにある小川のせせらぎや風の音がよく聞こえて、とても心が落ち着く。そうだな、この雰囲気をあのパートで表現するとすれば、こんな感じだろうか。すごい、私の思ってた雰囲気とぴったりだよ、青柳くん。本当か？ならよかった。たく、すぐに吸収しやがって。私たちも負けてられないね。しかし気持ちがいいな。冬だからそこまで草木は生えていないと思ったが、思いのほか緑が多い。そうだね。あ、これ食べられる野草だよ。え、そうなの？うん、菊芋って言って根っこが美味しいんだ。天ぷらにしたり茹でたりできるんだよ。そうなんだ、あんちゃんよく知ってるね。変なもの食って腹壊すなよ。もうちゃんと食べられるってば。あっちの方にもあるみたい。ちょっと取っていってもいい？じゃあ私も手伝うよ。俺もやってみていいだろうか。はあ、まあいいか。よし、いっぱい取れたね。まさかこんなに取れるとはな。食い切れるか？大丈夫大丈夫、4人いるし火を通せばちょうどいい量になると思うよ。それじゃあそろそろ帰ろっか。あっちの方から来たよね。お前、当てずっぽうで進むんじゃねえぞ。ちゃんとスマホの GPS 見て。の県外？え？マジかよ。さっきまで電波入ってただろ。う、
うん。さっきまでは弱いけど電波入ってたし、大丈夫だったと思うけど、どうしたんだろう。あ、GPS も動いてない。え、なんで？もしかすると、この天候が、聞きかじっただけだが、天候によっては、電波も GPS も受信しづらくなると聞いたことがある。あ、確かにさっきから霧っぽいのが出始めてる。どうしよう。一旦落ち着け。こういう時は、慌てるのが一番良くないだろう。どうにかして、今の場所が分かればいいんだが。あ、ポケット地図ならここにある。念のために持ってきた。本当？偉い人や。だがこれだけでは、現在地までは分からないな。キャンプ場の場所が分かったら、あとは方角をつかめれば戻れるんだが。コンパスを準備していなかった。すまない。ううん、地図があるだけでも助かるよ。読んだ本では、来た方向の目処がついているならば引き返して様子を見るのも手だと書いてあったが、どうする、アキト。そうだな、もしかしたら見覚えのある場所に出られるかもしれねえ。よし、少し戻って知った景色がないか見て回るぞ。うん。あ、だんだん暗くなってきてる。まずいな。暗くなると余計に来た道がわからなくなる。これじゃあいよいよ遭難だぞ。ダメ、冷静になる。このままじゃ野宿することになるのかな。野宿するにしても一番心配なのは寒さだよね。全員防寒はしてるけど、さすがにこのまま夜を明かすのはきつそうだし。火は起こしておきたいが、さすがにマッチは置いてきてるよな。うん、それに霧が出てるから枝が濡れちゃって多分つかないと思うの。何かこの状況を打開できる方法はないだろうか。どんな人にもその人だからできることがあるものだからね。今俺にできることは、あ、みんな上見て。あ、星が。すげえな、一面じゃねえか。まさか、こんなに星が見えるとは。とても、綺麗だな。道に迷ってなかったら、もっとちゃんと感動できたのにね。それは仕方ないよ。今は、できることをしていこう、ごはね。うん。そうだ、星が見えるなら。の、どうした？見当たらない。なぜだ？そうか、今は冬だから木に邪魔をされて。なら。え、青柳くん？どうしたの、トウヤ。急に木に登って。すまない、少し確認したいことがある。木に登って何があるんだ。木の皮が指に刺さる。その上、霧で濡れているせいで足も滑る。木に登るのは思った以上に難しいな。本当に俺は何もしたことがない。だが今はそんなことはどうでもいい。これを登りきればきっと。
れるはずだ。見つけた。カシオペア座だ。5つの星を2本の線で結んで、そこから真ん中の星へまっすぐ線を伸ばす。その線をさらに5つ分伸ばせば、あった、北極星だ。あ、そっか、北極星が見えれば北がわかるね。これで俺の持っている地図と照らし合わせればキャンプ場に戻れるはずだ。やったー、トウヤ、ありがとう。さすがだな、助かったトウヤ。ところでトウヤ、お前そんな高いとこまで登って大丈夫なのか？何？お前高所恐怖症だろ。あ、青柳くんが固まっちゃった。ちょ、アキト、なんで気づかせちゃうわけ？あ、俺のせいかよ。大丈夫だ、登れたなら降りられるはずだ。あ、青柳くん頑張って。頑張れトウヤ。しっかりしろトウヤ、一緒に帰るぞ。大丈夫だ、俺は降りられる。よし、バーベキューとアヒージョできたよ。チーズフォンデュもやってみてね。あー、いい匂い。森に行く前に下ごしらえしててよかった。温めるくらいですぐ食べられるし。トウヤはもう大丈夫そう？木から降りた途端膝ガクガクになっちゃってたけど。あ、すまない、迷惑をかけたな。気にすんな、大体お前がいなかったら戻ってこれなかったんだしな。迷惑どころか大助かりだ。うん、ありがとう青柳くん。そうか、どんな人にもその人だからできることがあるものだからね。ルカさんの言う通りだったようだな。私がどうかしら。まあ、ルカさん。あ、ルカさん、どうかしたんですか？急にトウヤのスマホから出てきて。お邪魔してごめんね。みんな、トウヤくんたちがどんな様子かって気になっちゃったみたいで。みんなって…あ、私のスマホ光ってる。あ、私たちのも。うわ、すごい、これ全部トウヤたちで作ったの？いいな、いいな、私もバーベキューしたーい。わあ、テントも張ってあるんだね。ここでゴロゴロできたら楽しいだろうな。ちょっと、みんなは歌のイメージを合わせるために来てるんだから、あんまり邪魔しちゃダメよ。また突然出てきたな。ごめんね、ルカがみんな楽しそうにキャンプしてるって話をしたら見に行きたいって言い出してさ。私たちは全然構わないよ、せっかくだし一緒に楽しんじゃおう。やったー。それにしてもバーベキュー美味しそうだな。俺たちも食べたいな。なんて、そうね、ここで一緒には食べられないけれど、お店に戻ったらテラスでバーベキューしてみる？本当？やりたいやりたい。やったー、ありがとうメイコ、いっぱい焼いちゃうぞ。あはは、カイトってばさしゃきすぎ。じゃあ早速食べよっか。最初の串は頑張ったトウヤにあげる。
ガブッといっちゃって。ガブッと串から外さないのか。それもいいけど、やっぱり外ならガブッといくのが美味しいよ。そうそう、ガブッとガブッと。そうか、なら。ああ、確かに美味しい。今まで食べたどんなものよりも美味しいかもしれない。本当？よかった。このアヒージョもうまいな。あ、ちょっと勝手に食べないでよね。はい、ご羽もどうぞ。ありがとう、あんちゃん。美味しい。げ、この串人参刺さってんじゃねえか。ピーマンと並んでると彩りいいでしょ。ちゃんと食べてよね。ふふ、頑張れ、アキト。くそ。みんな、少しいいか。ん？何？今なら、いい歌を歌えそうな気がするんだ。一緒に、歌ってもらえないだろうか。もちろんいいよ。じゃ、あの新しい曲だな。だね、あの曲のために来たんだし。お？それじゃあ私たちは、成果を見せてもらおうかな。そうね。はい。ぜひ聴いていてください。それじゃあ、行くぞ。ワン、ツー、スリー、フォー。これは、いい歌だね。今、なんかいつもより合ってた気がしない？うん、なんでだろう。そこまで合わせ練習したわけでもねえのにな。予想が当たったな。予想？なんとなくだが、今日はいつも以上に全員の息が合っているような気がしたんだ。いつもと違う形で力を合わせたからかもしれないな。いつもと違うっていうと、テントを張ったり料理を作ったりしたから。本当にそんなのが歌に関係するのか。わからない。だが実際にいつもよりも合っていただろう。それは確かに、そうだな。トウヤのおかげで、私たちもいい勉強になったね。うん、来てよかったね。そういえば、デザートにマシュマロ持ってきたんだ。みんなで焼こう。いいね。チョコソースもかけちゃおう。クッキーに挟んで食べるのもいいよね。二人とも食べる気満々だね。そういや、小羽はちょいちょい写真撮ってただろう。どんなのが撮れたんだ？あら、写真も撮ってたのね。私も見たいわ。はい、これはパプリカを切ってる青柳くんだよ。これはあ、とても険しい顔だな。だな、眉間のシワがやべえ。あ、ねえねえ、後で集合写真撮ろうよ。ご羽も写ってないと寂しいし。そうだな。それから、あずさは、後でそのデータをもらってもいいか。写真を部屋に飾ろうと思う。わざわざ印刷すんのかよ。ダメだな。
ゃあ私はホーム画面にしよっかな。縦向きでも撮ってもらおうっとじゃあ横向きと縦向きで撮っておくね。おい、そんなことよりマシュマロ焦げるぞ。え、あ、焦げちゃう焦げちゃう。まあ、燃え上がっちゃうよ。テントを張って、火を起こして、料理をして、森に行って、遭難をして、星を見て、木に登って、今日は、初めての体験ばかりだったな。昔は、どこにも行けないように感じていた。部屋の中で、ひたすらに楽譜と向き合うことだけが、俺のすべてなんだろうと感じていた。だが、今は違う。きっとこれからも俺は、想像したこともない、たくさんの経験をしていける。今日のことはきっと、生涯忘れないだろう。ありがとう。